バイナリーハッシュ機の例暗号理論を呼び、計算機科学において、ハッシュ機、または、マークル機とは、より大きなデータの要約結果を格納する機構造の一種であり、データの検証を行う際に使用される。このデータ構造は、ハッシュリストとハッシュチェーンの組み合わせでできており、ハッシュ法の延長上にある手法と言える。特に、ハッシュ関数にタイガーを使用したものは、 タイガーツリーまたはタイガーツリーハッシュとも呼ばれる。ハッシュ機は単独または複数のコンピュータで保存、処理、転送される任意のデータの検証処理に利用できる。現在の主な用途としてはピアーピアネットワークにおいて他のピアから受信したデータブロックが破損したり改ざんされたりしていないか、あるいは他のピアが偽のデータブロックを送信していないかといった。 検証処理が挙げられる。また、ハッシュ機をトラステッドコンピューティングで使用するという提案もなされている。具体的な利用例としては、サンマイクロシステムズが ZFS にハッシュ機を使用している。他にも、ハッシュ機はアパッチウェーブプロトコル分散バージョン管理システム Git。 バックアップシステムタホラフズ、ビットコインのピアーツーピアーネットワーク、アパッチカサンドラおよびライアックのようなノーズキール、システムで使用されている。ハッシュ機は1979年にラルフ・マークルによって発明された。元々の目的は大量のランポート署名を効率的に処理することであった。ポート署名は量子コンピュータが実現してもなお安全性を保つ。 ことができると言われているが、一つの鍵は一つのメッセージの署名にしか使用できないという制約がある。ここでランポート署名をハッシュ機と組み合わせると、一つの鍵を複数のメッセージに対して使用できるようになり、効率的なデジタル署名スキームを構築することができる。ハッシュ機は濃度にハッシュ値を持つ二分機であり、刃の部分にはデータブロックのハッシュ値が入っている。 はより、上位の濃度には、それぞれのコ濃度のハッシュ値が入っている。例えば、上図において、ハッシュ0には、ハッシュ0から0と、ハッシュ0から1とを結合した、結果のハッシュ値が入っている。つまり、ハッシュ0イコール、ハッシュとなっている。多くのハッシュ機の実装は2分機であるが、各濃度がそれより、多くのコ濃度を持つようにもできる。通常、 ハッシュ関数には、シャマイナス1、ワールプール、タイガーといった暗号学的ハッシュ関数が使用される。なお、意図しないデータ破損に対する保護だけを目的に、ハッシュ機を使用する場合であれば、CRC などのよりセキュリティの低いチェックサムを使用しても良い。ハッシュ機のルートには、トップハッシュが格納される。P2P ネットワークにおいて、ファイルのダウンロードを開始する前には、 信頼できる情報源からトップハッシュを取得するようになっている場合が多い。トップハッシュさえ利用可能になっていればハッシュ機そのものはどこから取得してもよく、例えば P2P P ネットワークのピアなどの信頼できない情報源から取得してもよい。次に信頼できるトップハッシュを使って、 取得したハッシュ機の検査を行い、ハッシュ機が破損していたり偽物だったりした場合は別の情報源からハッシュ機を取得する。プログラムはトップハッシュによる検査が合格するまでこれを繰り返せばよい。ハッシュリストとの主な違いはハッシュ機の一部の枝だけをダウンロードでき、またハッシュ機の全体が 利用可能でなくても枝の完全性を検査することができるという点にある。例えば、上手のデータブロック001の完全性を検査するには、ハッシュ期にハッシュ0から0とハッシュ1さえ含まれていればよい。同様に、データブロック002の完全性を検査するには、ハッシュ1から1とハッシュ0の値があればよい。この特徴を利用して、 ファイルを非常に小さなブロックに分割しておき、ブロックが破損していたら再ダウンロードするようにすれば効率的に処理が行える。ハッシュ化対象のファイルが非常に大きい場合、ハッシュ目やハッシュリストのサイズはそれに応じて大きくなるが、ハッシュ機なら一部の小さな枝だけをダウンロードでき、枝の完全性チェックが行え、データブロックのダウンロードをすぐに開始することができる。 ハッシュ機に関する、その他のテクニック、利点、詳細などについては、参考文献及び外部リンクを参照すること。タイガー・アッツリー・ハッシュは、広く使用されている、ハッシュ機の形式の一つである。2分機であり、データブロックのサイズは1024バイト。ハッシュ関数には、暗号学的に安全なタイガー・ハッシュを使用している。タイガー・アッツリー・ハッシュは、寝たら、寝たらに、 アンドダイレクト、コネクトといった P2P P ファイル共有プロトコルや、FEX、ベアシェール、ライムワイヤー、シャレアザ、ドセピエレスプレス DC、バルクナットといったファイル共有アプリケーションで使用されている。ジェフ・ボンウィック、イスブログ ZFS エンド2、エンドデータインテグリティ、ハットグーグルウェーブフェデレーション、プロトコルウェーブプロトコルベリフィケーションペーパー、ウェン、エーレプリカイズ。 down for an extended period of time, or the m a i オ string hinted handoffs for an unavailable replica goes, down as well, replicas must synchronize from one, another, in this case, c a a a s s n d r カサンドラ。アンドラ Implement, A d y n a m o inspired process called a n n t t i e r o p アンチエントロピーインアンチエントロピーレプリカズエクスチェンジマーカル。 ツリーズとアイデンティファイパーツオブザイアーレプリケーテッド、キーレンジズウィッチアレアウトオブシンク、trees A、マーカルツリーズ、A ハイアラーキカルハッシュベリフィケーション、If the hash over the entire keyspace, is not the same between two replicas.Zey will exchange hashes of smaller and smaller, portions of the replicated keyspace, until the out of. シンクキーズあれアイデンティファイド、ディスアプローチリデューセスアンネセサリー、データトランスファービトウィンレプリカズ、ウィッチコンテインモーストリーシミラーデータ、http コロンスラッシュスラッシュ www.aosabook.org スラッシュ en スラッシュ nosql.html、ハット RC マーカル、A デジタルシグネチャーベースドオン A コンベンショナル。 エンクリプションファンクションクリプト 87DC S フィーチャーリストありがとうございます